発見で。さあ今日は本流しの駅にやってきました。今回のお題はキロリン、新城市、なぜここだけ石垣？ここに高い石垣がありますね。手前にこれガードレールがあるんで、ここは道ですよね。ここは山みたいになってて、なんでこの一部だけここだけ石垣があるんでしょう。写真を頼りに探す武田アナ。もうちょっとかな、なんかかな。お、あれ？高い壁がありません？ありましたね。すごい高い壁。昔に作られたような雰囲気がありますけど、この石垣は一体何なのか、新城市に問い合わせてみると詳しい人を紹介してくれることに。旧田口鉄道の橋の橋梁です。鉄道が走ってたんですか、ここ。そうですね、昭和7年に 22.6 キロ三河田口駅まで開通をして、はい、教えてくれたのはこの旧田口線を研究している石井さん。この路線、今は廃線ですが、50年ほど前まで現在の JR 飯田線の本流しの駅から先、三河田口駅までの11駅を結んでいました。ここに鉄道ができるっていうことは、それだけ需要があったんですか？そうですね、今設楽町の田口という地域なんですけど、そこの人たちが熱心に誘致活動をしまして、当時豊橋駅から長野県の飯田まで北東に伸びる路線はありましたが、新城市の北側は鉄道空白地帯だったんです。住民の声に加え、決定打となったのが設楽町のですね、西側の奥に当時宮内省の森だった、あの御料林っていうのがあったんですね。宮内省がスポンサーになって御料林の木を切り出す、それを運び出す目的として鉄道を通したというふうに言われてます。1932年に開業すると、1950年代には茶臼山や蓬莱寺への観光ブームが起き、旧田口線は多くの利用客でにぎわいました。しかし自動車が普及し利用客が減ったため、1968年に廃線に。旧田口線はレールを撤去して県道や市道に作り替えられましたが、なぜこの橋梁は残されているのか。鉄道会社さんに聞くと、行政の方に払い下げたよっていうふうに教えてもらえますし、行政の方に聞くと鉄道会社さんのものですよっていう、特に残っていないです。所有者がはっきりすると撤去しなければいけなくなりますが、その責任を負いたくないため、うやむやになっているとの説があるそうです。今は風景として昔の雰囲気を残しながら町の一部になっているんですね。これなに発見で新23巻に認定。これなに情報大募集。普段目にしているけど、よく考えたらこれ何というスポットや、いつも不思議に思っている謎の建物など、街中に転がっている情報をお寄せください。詳しくは番組ホームページで。お待ちしてます。